ちゃ暑い。おっさん、マジおっさんだよ今の。あ、バリキツ入らんなー。ダメかな。喋れるのも今のうち。そうよ、15分ぐらい。10時まで、10時まで。ああ無理。ほら、まだ打ってないシュート。もう打つとこにすら行けん。いやー、惜しい。死ぬぜ。泉田さんは今日は怪我しとるけんやないと。あれからずっと来てないよ。あ、そうなの。あの怪我しとったやん、はいはい、あれから来てない。あ、ポカも、まあ、怪我しとって来てもですね。うん、あ、でも一回来てくれて普通に、はい、あのプレーはせん。あ、おったっけその時。おらんやったやん。あ、ここですか。うん、来てます、ね、うん、そうそうそう。あれから会ってないでも。ああ、そうなんですね。うん、あの人いつも打ってくるけん。てか、あ、そう、なに、バレー部に西さんって言いました。うん、なんで。いやいや、今レイ、レイでお父さん見てる。レイ、レイさんです。ああ、あ、どういうこと。西さんのお父さんが来られてるか。あ、椿くんが見ようと。で、うちの娘が見させたいやんって。うん、あ、で、バレー部やったよって。おるよ。あ、そうなの。うんうん、あれ、多分見たら分かる。いや、分からんかな。いつも見たもん。いや、でも関わりないやろ。学年も違うしね、そもそも。え、しとったっけ。あら、しとったっけ。いや、わかんない。いや、4人姉妹とか言ってたんですけど、まあ、そんなこと言ってた。4人で3人。そうね、兄弟はおったね。西結婚しとったっけな。今、太宰府に住んでる。あ、太宰府やったとは思う。あれ、したんかな。え、知らんだけかな、私。わかんない。私も多分卒業から会ってないぐらい。うん、やばい、地元トークがめっちゃここに入っとる。あ、やば、個人情報やば、漏洩やん。いいよ、うちらが武蔵ってことがバレる。え、うちらが武蔵ってことがバレる。バカじゃない。バカじゃないもん。バカやったんつばき。俺推薦で入ったんだ。バカやね。一応偏差値はちゃんと。嘘だよ、嘘嘘。54号ぐらいは。ああ、まあだけど、ね、試験受けたら通るか通らんかぐらい。バカやん。偏差値とか夏。
毎週毎週エッグ店長。びっくりしたんだよ。うん？いや行ったら俺。知らんやった。知らん、全く知らなかったです。